2016年 JRA ブリーズアップセール今終了いたしました。ここからはセールの総括をしていきます。改めましてこんにちは、古谷武彦です。今年のブリーズアップセールも売却率 100% ということになりました。売却総額は、まあ、税込みになりますけれども7億1560万8000円ということで、昨年は7億円超えなりませんでしたから、2年ぶりの7億円超えということになりました。そして平均価格でも1000万円を超えています。そのあたりでは本当に活気に満ちたセールだったなということは言えるかと思います。最高価格となりましたのは上場番号15番ウルトラペガサスの14ルーラーシップ3区のボバ、こちらが税抜きで3400万円での落札ということになりました。まあ、ウルトラペガサスの14セール前からかなり評判にもなっていました。この日の時計では2ハロン23秒5、1ハロンは11秒4、まあ、上位ランキングには入る中で、まあ、一番時計というのはどちらもマークはしてなかったんですけれども、新種ババルーラーシップ、そして、馬体の成長力、そのあたりも加味されて、比較展示の段階でも非常に多くの購買関係者が集まりまして、その評判通りに3000万円超えということになりました。そして、もう一頭ですね、上場番号48番リスキーディールの14シンボリクリセス3区のボバ、こちらは、活発な競りが展開されまして、2500万円での取引ということになっています。このリスキーディールの14は金曜日の公開調教で1ハロン唯一の11秒台をマークをした馬、今日も2ハロン23秒5ラストの1ハロンは11秒5を叩き出しています。ローブティサージュが謹慎、さらにはホワイトウォーターフェアの名も連なっている優秀な品系ということもあります。シンボリクリセス3区、現状440キロという馬体重ではありますが、カリカリした気性で線が細いという面からは身が入ってくれば470、80キロぐらいにはなるかと思います。非常にスピードのあるシンボリクリセス3区ということもありますから、奥も感じさせるところかと思います。牝馬の最高価格となったのは上場番号58番聖火シリアスの14、パイロの3区ですね。こちらも2500万円、先ほどのリスキーディールの方は2700万円でした。大変失礼しました。リスキーディールは2700万円、そして、58番の聖火シリアスが2500万円で牝馬の最高価格となりました。こちらは2ハロンが23秒7、ラストの1ハロンは11秒1、この1ハロンは今日のファステストということになっています。宮崎育成牧場での展示会で1番時計をマークした馬、当然そのあたりからも宮崎組の中では一番目を光らせていた馬なんですが、当日の調教協力でも1ハロン11秒1 1番時計ということで、トントントンと上がっていきまして、2500万円牝馬の最高価格となっています。宮崎の1番時計組が牝馬の一番時計、牝馬の最高価格ということでしたが、26番のチューベローズの14、シニスターミニスター3区の牝馬、こちらは日高育成牧場の展示会で一番時計をマークした馬、今日は2ハロン23秒6、1ハロンは11秒5、まあ、今日も優秀な時計はマークしていますが、こちらも2000万円という価格帯、非常に活発な競り合いが展開されています。前子お姉さんにサンマディソン、半子に、フローラステークスにも出走しました月下光がいるという血統背景、まあ、中央で勝ち馬を3頭輩出しているという面からですね、チューベローズの14にも注目が集まりましたが、やはり2000万円を超えてきました。まあ、その他の馬たちでも注目の馬たちというのはそれなりに結果も残したかなという感じはありますけれども、まあ、ここはあの JRA さんにとっては通過点と、いつもセールが終わった後にはコメントを残しています。当然デビューが待ち遠しいところで、昨年はこのマルカジュリエットが最高価格もう1頭だけちょっと抜きんでた動きを見せていた馬が、しっかりと2勝を挙げて、オープン入りを果たしているように、このブリーズアップセールで高度計をマークした馬たち、後に活躍をする馬が結構多く出ていますから、
このブリーズアップセール復習をして、後々その競馬で、新馬戦注目をしていただければと思います。 JRA ブリーズアップセールの中継この辺りで失礼したいと思います。この後インターネットでのセール中継というのは、5月16日に予定されています船橋競馬場での千葉サラブレッドセール、こちらは初めての試みになるかと思いますが、今のところ中継を予定しています。千葉サラブレッドセール初めてインターネット中継を行う予定となっております。そしてその後は HBA トレーニングセール、札幌競馬場で行われます翌週のトレーニングセール、こちらは確実に中継を行うということになっています。もし千葉サラブレッドセールの中継が行われましたら、おそらくまたお目にかかるかと思いますが、その後の HBA トレーニングセールは、私は出ません。どちらがいいかアンケートを今後取れる機会がありましたら、取りたいなと思います。また今後ともよろしくお願いします。それでは、今日は長きにわたりまして、インターネット中継ご視聴いただきましてありがとうございました。また千葉サラブレッドセールでお目にかかりましょう。さようなら。